って紹介していきましょう。1番岐阜の浜口孝明、2番徳島太田龍馬、3番長野の上原龍、4番愛知村上拓磨、5番熊本松本大地、6番栃木高田光弘、7番岐阜の川口幸太郎、8番大分小原小原正道、そして9番群馬田村正弘、以上のメンバーです。先頭誘導員渡辺和弘選手です。徳島の太田に九州勢、2番の太田、5番の松本、8番の小原となります。中部ラインが川口、浜口、村上の7番、1番、4番、あとは関東勢で3番上原を先頭に9番田村、6番高田。第9レース一次予選競争がスタートしました。まずは真ん中5番の松本大地、外からは8番の小原正道が行きました。内から1番の浜口孝明、この浜口が2番手で、3番手が2番の太田龍馬、8番の小原正道は4番手です。4番の村上拓磨がいて、6番手7番の川口幸太郎、後方3選手は3番の上原龍、6番の高田光弘、最後尾9番の田村正弘です。2センターから4コーナーに向かいます。第9レースの1次予選競争、ここは2番の太田龍馬が圧倒的な人気となっています。ラインの松本への2番5番の組み合わせ、これが2車単締め切り直前ではありますけれども、2倍台の前半を示していました。浜口への2番、1番、上原への2番、3番、また川口への2番、7番というところも売れています。レースは2周目、その人気の中心2番の太田龍馬が正攻法です。このところの活躍は目を見張るものがあります。太田、先月サンサンバンクの抱負記念では3連勝で決勝に進みました。 S 級2班ながら112点台と、競争得点も1人大きく抜けています。この後ろには九州勢5番の松本大地と8番の小原正道、四国九州最後クラインは2番、5番、8番です。7番の川口幸太郎は4番手、同県の大先輩の前で自力を出したいですという川口に、1番の浜口孝明が続きます。そして4番愛知の村上拓磨が3番手、7番1番4番と中部勢は中段に構えました。関東ラインは後ろ攻めです。3番の上原龍が7番手、太田龍馬が隙を見せればこの人がガツンとかましていくシーンもあるでしょうか。9番群馬の田村正弘がつながって上進勢、そして6番栃木の高田光弘がラインの3番手です。さあ3番の上原が上がっていきました。これは2番の太田のところまで行くでしょう。上原龍が上がっていって太田を抑えます。前段が並走になりましたが、すんなりここは2番の太田が引いていく。7番の川口が上がってきて、これが中段、2番の太田は7番手にまで抜け出します。3番の上原龍が誘導の後ろに収まりました。さあここで赤番周回です。中段から7番の川口が行く、川口が出ました。そして3番の上原下がっていって、後ろから今度は2番太田の巻き返し、2コーナーからバックストレッチ、太田が7番川口を叩いて打掌で先行していきます。太田龍馬の先行策、5番の松本、8番の小原、四国九州勢が主導権握って残り1周に入ります。太田龍馬が逃げていきます。5番の松本2番手、8番小原が3番手、この後ろは7番の川口幸太郎。さあ後ろから3番の上原まくっていく、バックストレッチから3コーナーまくってくる。3番の上原が3番手の外あたりで止まってしまったか。2センターから4コーナー快調に逃げる2番の太田で4コーナー回っていく。太田龍馬先頭、番手5番の松本、2番5番でゴールイン、3着8番の小原正道でラインで上位独占しました。この第9レースです。太田龍馬の強い競争でした。第9レースの一次予選競争、先行策から堂々押し切りました2番の太田龍馬、そして5番の松本がピタリと続いて、3着8番の小原正道、別線を寄せつけませんでした。この四国九州勢2番5番そして8番の順でゴール線を通過しています。
後ほどの審判からの放送でご確認ください。第9競争でした。第9レースをご覧いただきました。2番の太田選手の表情をご覧いただいていますが、文句の必要がありません。そうですか、はい、はい、人気になっていました太田選手、ここは主導権を握って押し切ったようで、はい、2着も松本大地君、はい、しっかり3着に3番手の小原です、はい、文句なんしろ圧勝レースです。そうですね、川口も何とかしよう何かしなければというのは伝わりましたけど、はい、スピードは太田が上回っていたということでしょうか。そうですね、正式決定までもうしばらくお待ちください。ボール体制ではこの太田選手のラインで上位独占となったように見えました。さてこの後は第10レース初日特選競争が3個レーススタートしていきます。まずは10レースのメンバーですが、1番福岡の園田拓海選手をはじめご覧の9名での対戦です。第10レースの発走予定時刻は15時24分電話投票締め切り時刻は15時21分です。では放送が入ります。決定。1着2番、2着、5番、3着、8番。9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式、24、200円。枠番連勝単式24、200円車番連勝複式25、190円車番連勝単式25、210円3連勝複式25、8、560円3連勝単式25、8、720円ワイド25、150円28、340円58、390円以上でございます。第9レースの決定をお伝えします。1着2番太田龍馬、2着は